VAN はキャッチャーサブクライティングだよ俺がアムウェイに入ってた話はいいよな。だって、あれはなんだろうな、あのねそのねそ自分が紹介した人に物を売ることによって、売ることによって、そのなんだろう。 その自分が紹介した人にはいい商品が手に入るし、その紹介した商品を買ってくれたら、それはこっちにもお金が入るシステムであって、あの決して僕に、何だろう、そこに差別的な表現は含まれていないわけですし、うん。いや、まあまあまあ、全然、それはいいですよね。だって、だって俺だって騙されたんだもん。俺だって騙されたんだもん。言わせろよ。 なんかね、マチコ婚って言って町でやるなんか、ね、他人数の合コンみたいな、ね、そういうのネットでもなんか申し込めるサービスみたいなのがあってそこ行ったらなんか女の子がめちゃめちゃなんか積極的に俺に話しかけてくれてそれ仲良くなって今度ご飯でも行きましょうってなったらなんか2人でご飯予約したつもりがなんかしないけど向こう側に知らないギラギラのなんか、ね、ロレックスの時計つけたなんかスーツのギラギラの真っ黒のおっさんが隣にその女の子の隣に座ってて「君は不労所得に興味はないかね?」って言われてそのままなんかなんかタワマンうちの近,くこの近くにタワマンがあるんでだってタワマン連れてかれてなんかしない けど飯食うつもりがそいつの家に連れて行かれてなんか知んないけどショパンのクラシックを聴かされながらめちゃめちゃなんかうまい料理をご馳走してくれてそのままこの料理はなんでおいしいか分かるかいなぜならねこの鍋で作ったからだよこの鍋とこの天然水この鍋と天然水この浄水器から天然水が出てくるんだこの浄水器は10万円この鍋が15万円この25万円で君たちは幸せを手にするんだその幸せで君たちはその幸せをみんな,みんなに共有することができるしその共有したらその共有した人が買ったお金でさらにこっちもあのそれで私はこんなタワーマンション 手に入れることができたし、あのもう今やってる仕事はセミリタイアして、この仕事だけで食っていってますって言われて、でも入って話はしてもいいよね。うん、いや、なんだ俺今ちょっと待って、何かが取り付いてた俺。わかんない俺今今喋ってた俺。何かが取り付いてた。俺は今何を俺今何言ってた ややばいやばいい、俺今何を言ってたんだ ?A 社。まあ A 社、社えな、な、なんてコメントえ、な、なん、えっと、ここ的には政府であるだけど、えっと、A 社からのアタック、A 社って何 あ,あ、あ、うん、うアムウェイのことか。別にそれは、それは大丈夫だし、別に。うん。それは別にいいし、いいし、別に。あの、それは、それは結和服。俺はもうツイッチで配信できればもう何でもやいい、あとは。もう、俺はもう配信されればいいよ。だから、いいじゃん。まあだ、なんか、じゃあ、ういよ。もう w ツイッチ配信中にアムウェイに突されてみたいやるよ。うん。